割とそんなわけで昨日、えー、宮古島に行ってきたという話をしましたけれども、まあ、その続きを何本かします。その現地に行かないといけない理由の一つが、えーまあ、その現地で見聞きできることっていうのかな、まあ、特に今回の場合にはラッキーなことに島の人の、ね、話を伺うことができたので、そういった情報っていうのは、まあ、インターネット上にはないようなものがあったりしますから。 まあそういう生の声が聞け,聞けたっていうのがすごく大きなことだと思いますし、あとはこれはあの雑談動画の中で言ったかな忘れちゃったけれども、あの沖縄県っていうのは県産本って言われる、あ、県産本ってなんか昔テロップ入れたことがあるからなんか言った気がするな、まあいいや。県産本っていうですね、えー、特別な本があって、それがまあとにかく多いんですよ。でちょっと今ここに県産本の一つがありますけれども、 これはあの、宮古のものではなくて、石垣島の中にある、えー、宮良っていう地区があるんですけれども、そこの辺りで使われているメーラムニという言葉についてまとめた、まあ、辞書のようなものですね。あまり詳しくはお見せできませんけど、こんな感じのものなんですけれども、皆さんこの本の表紙と裏を見て何か気づくことありますかこれ表ね。これ、しかもこういうカバーがちゃんとついてる本なんですけれども、表で裏なんですけれども、 分かります皆さんが普段よく目にするような本と違うところがあるんですけどわかりますそれは普通の本だとこの辺にバーコードがついてますバーコードがついていたりとか ISBN コードって言ってまああのー、9桁とか13桁だっけなかなんかの本の番号がついてるんですけどもこれついてないんですよついてないとどうなるかっていうとこれね流通しないんですよ 全国的に、全国的にこの本が流通しないんですよ。つまり、えっ、ー、と、Amazon みたいなところにもないんですよね。例えば、なんかあるかな。えー、例えば、対人関係の言語枠っていう本あります。ここにバーコードついてますし、価格があって、ここに、ここにコードが書いてあったりするんですよね。でも、それがこちらの方にはないというわけですよ。で、そうすると、 こういう沖縄県の中でしか流通していない本があるんですけれどもこれを手に入れるためには現地に行かないと手に入らないんですよこういうものを買ったり見たりするためには現地の本屋さんに行くとか現地の図書館みたいなところに行かないと、まあ、見られないんですよねですからちょっと、えー、インターネット上では得られないような情報があるので まあそれを得るためにってことにもなりますよね。で特にえっ、ー、と宮古に関しては宮古島で一番大きな図書館があったんですけども、それが2019年の夏だったかなんかにえっ、ー、と、えー、創造未来センターだっけなというなんか新しいそし、えー、施設を作ってそっちに移転したんです。九州吸収っていうかは 回っていうのかなしたんですよねなんかすごい綺麗な図書館と、えー、研修施設とかがあったりして、なんかこう、なんていうのかな、えー、その地域の人たちが何かを学んだりするための総合施設って言っていいと思いますけど、本当にね、行ってきましたけども、すごい綺麗な建物で,で、僕が行った時にもその閲覧席みたいなところで資料を広げて、なんか勉強してる、研究してる人が何人もいらっしゃって、すごいなと思いましたね。でまあ、そのの図書館の中にも共同 コーナーナっていうのかなその地域に関連する本が置いてあるコーナーがあるんですけれども、まあ、そこもねここはあの充実してたりするんで、まあ、そういうやっぱり何て言うんでしょうね、あのー、この図書,図書館っていうかその未来創造センターだっけな創造未来センターか忘れちゃったけどがねあの本当に立派だと思って今回初めて入ったんですけれどもなんかそういう学ぶ人たちの期待に応えるっていうのかなあるいはその人たちが望んでいるその人たちの なんていうのかなあの気持ちに応えるっていうのかなっていうような説を えー、その自治体側が作るってことってすごい大事だなと思いましたね。だそれは大学、大学でも同じことだと思いますけどね。大学でもやっぱり図書館っていうのは学びの、まあ、中心の一つになると思うんですよね。その授業以外に、まあ図書館っていうものがあって、まあこの二つが一つ、まあなんて言わば両輪のようになって、まあ研究っていうのは前に進んでいくんじゃないかなと思うんですけどね。まあとにかくそうやって、えー、熱心にね、学んで研究してらっしゃるその島の方だと思いますけれども、の皆さんの姿を見て、また、ね えー、気持ちを新たに自分でできることをやっていこうかなと思いましたほんじゃあまた。